はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーというですね、さあやってまいりました。今回ですね、来ました。勉強誌からパイナップルスライス。見ていきたいと思います。収録ボタンアッファーということで、さあそれではボリュームをマックスにして見ていきたいと思います。なんかちょっとこれは、行きましょう。レッツガッツ。おお、なんだなんだ。やばい、楽しみっすね。バンパイア系。もう好きだわ。なるほど。いや、これすごいな。なるほどね。うわー、やば、なにこれ。おー、それはやばいっすね。なんか変な声出た。ヘイ！マジっすか？すごいわ。やっぱりすごいっすね。なんかもう抜群？抜群？もうなんだろうな、完璧すぎて、歌もダンスも全てが、映像もだしね。で、今回はバンパイアがコンセプトになっているということで、なんかこの宮殿といいますか、お屋敷というか、ここから始まってダンサーさんたちだったのかな、このあたりは。で、赤いものがいろいろとね、これレーズンだったりとか、まあだからそういうね、バンパイアの方の冷蔵庫ってまずこういうものだよこういうものだよというかね、あってと。で、まあ、ティータイムしてるから、もしかするとイギリスかな？でもなんか、作り的にはフランスっぽい宮殿なのかな？家の建物のね、作り的には。いや、びっくりしたのはこれっすよ。歯磨いてる時に、こんなにかっこいいってある？歯磨いてるんですよ。シンプルに。
ほら、嘘でしょ。口の中にちょっと見える歯磨き粉がかっこいいってどういうこと？わけわかんない。すごいっすね。いやこれでちょっとあの何磨き心地変えて歯を見たらパキッて、あの思わずあのそのこの圧でガラスが割れちゃうっていう、あのね鏡が割れちゃうっていう、これ真似しますよ僕今日歯磨いた後パキッてなるかなみたいなね。超能力持ってるっていうところがね、この辺りのシーンでもいろいろと見えてきて、うーわー、なんかずっとかっこいいよね。この辺りとかはやっぱりシャンデリアに触れちゃうぐらい空中を浮遊したりとかっていうね、ここら辺やばいっすね。わー、だから今バラバラバラってサングラス落ちたじゃないですか。ってことはおそらくうわーって力でうわーって上げて、どれにしようかなって選んで、これだって言ってパッてかけて最高ってやったら、その意識がふって切れて念力で上げていた他のサングラスはバラバラバラって落ちていくみたいなことですよね。ここら辺もサングラスもね。そうか、そうやって今日のコーデ選んでくんだね。いろんなものをバッバッって上げて、みたいな、その選ぶ時にもちょっと力を使ってみたいなね。これすごいっすよ。セットじゃなくてガチロケですもんね。海外なのかな、韓国にこういうとこあんのかな、どうなんだろう。こういうところもですよね、見えないけど足跡が見えちゃうみたいな。全部だからヴァンパイアの力がこういうところなのねって、これよ。ここで踊っていいという許可をいただけるのも別居しぐらいじゃない、多分。敷地内でしょ、だって普通にこれ作ったというか、もうこういう場所じゃないですか、ここって庭園の中の一角みたいな。で、韓国ドラマじゃないや、 K-POP とかでよくその水を張ってパフォーマンスするっていうのはありますけど、実際にその水が張られた外ロケの場所で踊ってるっていうのも結構珍しいっすよね。水しぶき、うわー、この空間にたった一人でこんなにかっこよく水しぶきを扱えるってのはやっぱすごいです。複数人いてバシャバシャーとかならわかるんだけど、一人ですからね。どうやって撮ってんだろう。クルーの方は多分ね入ってないと思うんですよ、水の中に。っていうのも、あのベッキョン氏のこの水の水面以外は、ここにスタッフさんとかいたらスタッフさん側の水の流れとかも見えちゃうので、誰かの存在がこっち側から見えちゃったりするんですけど、こういうの見てるとドローンで撮ってるのかもしれない、もしかすると。そうだな、これは細かい。ここね、電車の中でみんながちょっとなんだって見てて、あの逆さになってる、ね、これやっぱかっこいいっすよね。なんでだろうね、ヴァンパイアって逆さになるっていうね。まあコウモリから来てるあれなんでしょうけど、逆さでもかっこいい、前髪も崩れない、素晴らしい。まあ逆さというかあれかな、こう撮って映像を逆さにしてる可能性もあるから、さすがに。ここ移動中ですね。移動中だけど電車の光がパチパチしてるじゃないですか。だからやっぱ超能力で力が抑えきれないみたいな、この後停電がありますけど、やっぱそういうところもね、力持っちゃってるからね。歌、これだよね。やっぱこれだよね。一人で全部できるじゃないですか、全部の音色が出るっていうね。ソロアーティストとしてのやっぱりもう力量というか感じますね。これやばい。白 T やん。一番シンプルな格好ですよ。これ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 。ああなるほど。再び目があった時、だから誰かを見てってなった時に周りの電気がパン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 ってなっちゃうんだ、ショートしちゃうんだ。力が働いた。僕最初この方もうなんか今の
なんだろう、なんか AI で作れるじゃないですか最近って、かなって思うぐらいめちゃめちゃ綺麗な方でびっくりしました。どちら様でしょうか。女優さん。このなんでしょうね、血液細胞レベルで君と一つにみたいなね、まあ、なんかそのキュイーンって目があっただけで細胞がキューンって反応し合うみたいな。これやばいっすね、これやばいじゃないっすか。すごっ。おーろろ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 。あ、で、もうね、目開きすぎてね、目がなんだけど、うわーってこう、浮いて、うわーってなって、うわーってなって、ガーっていう。だから、その場でガブじゃなくて、浮いて、共にうわーってドラマチックにカプっていうわけですね。パイナップル、スライスオブミーってどういう意味なんですか？僕のようなパイナップルスライス。なるほどね。うわー、この見方よ。見ました？うわー、ここやばいっすね。ほー、やばー。イエー、めっちゃ綺麗に止まる感じね。ほう、わー、女優さん見た？あのね、一通り僕いろいろな作品見ながらチェックしてるはずなんですけど、お初お目にかかるかもしれないこの方。なるほどね。2羽のコウモリ、コウモリって2羽っていうの、2匹のコウモリが羽ばたいていく。だからあの女性もコウモリになった、コウモリじゃないや、ヴァンパイアになってしまったっていうこと。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ということでね、これだから今見てるとミュージックバンクさんの映像とかもあるから、おそらくファンカムパフォーマンスフルフルでまた見れたりもするのかな。ちょっと気になるのでそちらの方も次見ていこうかなというふうに思ってるところでございますので、まず一旦ミュージックビデオのリアクションというところでございました。皆様の感想もぜひぜひコメント欄よりいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。